飛びっ子は、兵庫県辰野市の製麺会社である糸面の2013年までのマスコットキャラクター。辰野市は同様、赤トンボの作詞家、三木露風の出身地でもあることから、赤トンボの秋あかねをモデルとしている。初代は1963年生まれであり、40年以上も糸面から発売されている商品のパッケージにプリントされ続けてきた。性別は不明とされているが、 口のデザインから女性という説が有力なようである。大きな目と口元のほくろが特徴であったが、トンボの羽がわかりにくいこともあり、しばしばハエと間違われた。2013年に一般、プロ問わず広く新キャラクターのデザインを募集した。条件は、初代トピッコの特徴を引き継ぐことであった。1574通の応募から選ばれた作品は、 大きな目や口元のほくろは引き継ぎつつも、トンボの羽がわかりやすく、女の子らしいまつげがあり、ワンピースのスカートを着用しているなど、より親しみやすいデザインとなっている。ハエと間違われることもなくなった。新キャラクターの名称は、あかねちゃん。会社側が決定した名称で秋キかカにちなんでいるが、デザイン者の名前も、あかねと発音することも、相性決定の一因である。ただし、 二代目の決定以降も初代は使われ続けており、商品等にも初代二代目が併用されている。ありがとうございます。